八代軍は、熊本県八代市にある神社である。旧社格は、官兵中社。後代醐天皇の御子で、聖聖将軍としてこの地で、足利軍と戦った、金永親王を主催神とし、金永親王没後に、聖聖将軍職を継いだ、吉成親王を廃止する。地元では、将軍さんの愛称で呼ばれている。県務中高十五社の一社である。 霊祭日の8月3日は、八代宮の創建が大庄官によって決定された日である。新皇が死んだ日を霊祭の日とすべきであったが、その日が不明なため創建決定の日をもってした。創建の日でないのは、霊祭日を創建に先立って定めたためである。明治維新以降、南朝の功労者を祀る神社の創建運動が各地で起こり、金長新納の墓所のある八代の住民からも、 金永親王と吉成親王を祀る神社を創建し、鎌倉宮、飯野谷宮と並ぶ、官兵中車にしてほしいという請願が何度かなされた。住民である、徳富中七や八代宮創立北起担当人の村上中蔵らは、墓所から遠くない、松江城の市に神社を建てることを求めた。これを受けて1880年に、大上官が熊本県に創立を命じ、 金永神皇を祭神とし、吉成神皇を廃止する神社が、八代宮の名で願い通りに作られることとなった。道地には、寛有地と民有地があったが、1881年に民有地が神社のために寄付されたため、八代上司は全体が神社の境内になった。また、神社の前から市街に通じる道路を開くこととした。 建設予算は9463円80銭4輪で、寄付金2642円97銭4輪と、六千6820円83銭で拠出した。またこの年に、区内省と内務省は玉城を社殿完成後に、新しい鏡で収めることにすることを決めた。社殿が完成してから、明治17年4月20日に鎮座祭が行われ、玉城が収められた。 八代宮拝殿、ありがとうございます。